スーパーノンデリ温泉。もう本当にさすがによくわかんない。このゲームはノンデリ講師のデリコ先生が主人公のノンデリ発言をチェックしてアドバイスをする探索ホラーアドベンチャーです。ノンデリ講師のデリコ先生って誰？え、俺、主人公がノンデリだったとかじゃなくて、ノンデリ講師のデリコ先生がいるんだ。何ノンデリ講師のデリコ先生って。何ノンデリ講師のデリコ先生って。まあ、ホラーではあるんだね。さすがに。消しゴムあるけど、でっかい。まず、若み？弱み？さすがにこいつが気になるな。え、ちょっと何？どこここ？どこここってむず。確か私、仕事の休憩中にラテンのリズムでカレーうどんを食べてたはずなんだけど、ラテンのリズムでカレーうどん食うな、お前。困ったな、一体何がどうなってるんだ？こっちも困ってるし、絶対こいつだよね。さすがに、でも先に消しゴム行くか。え、でっかい消しゴム。これ落とした人に拾ってとか言われたら大変。確かに。お前、尺眼点がすごいな。え、誰？いまいちパッとしなくてなんか顔覚えられる気がしない人が倒れてる。お前、いまいちパッとしなくてなんか顔覚えられる気がしない人って言うな。人が倒れてるでいいから。お、あ、金髪がデリコ先生ね。いきなりディスるのはやめましょう。え？相手を大きめのアリクイに出会った時くらい警戒させてしまうので気をつけましょう。え？え？何言ってんのこいつは。うわ、今にも目を覚ましそう。そんなこと言う？そんな第三者目線で言うそれ。やべ、目覚ますだろ。すっげえ顎長えや。なんだこいつ、顎長。うわ、え、何？あなた誰ですか？そんなことよりだな、まず。え、いや、私、温泉旅館で若女将をやっている、若女将って言います。え、温泉？僕は、恩田というんですが、もしかしてここが温泉旅館なんですか？なんか知らぬ間にここで倒れてたみたいなんですけど。いえ、ここ私も全く知らない場所なんです。私も気がついたらこの部屋にいたので、何が何やら。お互い何が起きているのかよくわからない状況のようですね。とにかく二人で協力してここから出ましょうか。嫌だよ。なんでお前と協力しなきゃいけないんだよ。あ、はい、そうですね。よろしくお願いします。恩田さん。トゥ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 って、恩田が仲間になった。嫌だよ。嫌だよ。こいつについて来られんの。ロッカーの中に入浴剤まみれの人とかいたら怖いから開けるのやめておきましょう。何言ってんのこいつ。入浴剤まみれの人は別に怖くないだろ、そんなに。あれ、ロッカーの下に何か落ちてますよ。ぬるめの鍵を手に入れた。ジャストでぬるい温度。え？ジャストでぬるい温度って何？ロッカーの中に、何いないよ。何その面白い単語だの、お前の中で。え、開かないです。騒音問題になるぐらいガチャガチャ言っても開かないです。騒音問題になるぐらいガチャガチャ言って。いや、さっき拾った鍵を使ってみましょうよ。お前、汗の位置、顎だな。下だな。だいたいおでこから出るけどな。あ、そうですね。その手がありました。えい。その手しかないけどな。開いた。やりました。私がやりました。この先に何があるのか不安ですね。仕事で出張中だったのになんでこんなことに。あ、そうなんですか。年収いくらなんですかって。お前、本当に何なんだろうね。聞く？それ。ほぼ初対面で一発目に。しかも絶対聞くいし。言ってて300万だし。おう。初対面の人に年収を聞くのはやめましょう。はい。あ、もし年収がめっちゃ高かった場合は、焼肉とかを。何を言ってんの？この人は。焼肉とかって何？え、いや、そんな大したことないですから、それより先に進みましょう。何なのね、焼肉とかおごってもらいましょうって何なの？だ、これさ、メニュー。これメニューかな？メニューだ。若み、繊細さ、サウナ。お前クソ強えな。気配り99、さすがにね。そんな気が、顎が入ってないもん。何この隙間。絶対冷蔵庫を置くための隙間じゃん。物件よく見る人に分かると思うんだけど、これ絶対冷蔵庫を置く隙間だよな。なに。待って待って。なんか今変なのいませんでした？いました。何でしょうか、あれ。もっと上の方につけてあげたらよかったのに、目と鼻と口。暇な時に温泉卵を割ってやる。別にいいや、そんなに。何あれ、キモ。あいつ、女さんよりキモいですよって言うな、お前。女さん。
恩田さん、キモい前提の話すんな。どっちの方がキモいと聞かれたら、あいつの方がキモいですよ。どっちの方がキモいと聞かれたらって言われたら、お前、両方まあまあキモいけど、まあ仕方ない、どっちかと言われたら、みたいな。やめてやれ、そういうの。来た、デリコ先生。キモさを比較するのはやめましょう。何でもだけどな。なんとなく、あ、ごめん。どっちもキモい感じになりますので、気をつけましょう。間違えてエンターをしちゃったら、残りがでずっと喋ってた。え、あ、そうですね。あいつキモいですね。もう気配り99だからかわいそうだわ。胸痛くなってくるわ。うひひひひ。牛丼のトッピングに生卵を乗せてやる。温泉卵人間なんだ、こいつ。そこは温泉卵じゃないんだ。人間って書いてあったけど。倒れたけど、割れたけど、死んだけど。え？え？え？何こいつ。セミより寿命短いけど。あれかよ、温泉卵用の穴かよ。割れてます。完全に中身が出ちゃってますよ。おい温田、お前なんか言え。お前これ見て何も言わないことある？温田、お前これ見て何も。戻れないし。あ、戻れた。何これ。何なの。すごい十字路、すんごい十字路。下から行こっか。なんか書いてあるよ。宴会場って書いてあります。だけかな？別に入れはしないのか。お前なんか喋れよ、女。あ、ここが宴会場ね。めちゃめちゃ、すごいとこに、置くね。ここに置くかい。あのさ、看板ここに立てる。絶対、ここだろ、せめて。なんでそんな、ここかと思うじゃん。お、メモ用紙落ちてますよ。宴会場の謎を、棒グラフでまとめておきました。確認お願いします。数値の低い順に確認してください。棒グラフ？低い順？謎って何でしょうか？ちょっとわからないですね。お前、富澤か？サンドイッチマンの。メガネかけてるのに賢くないんですか？メガネかけてるのにって、別にメガネかけてるから賢いわけじゃないんだけどね。若見ちゃん。メガネイコール賢い人と思うのはやめましょう。なんなのこの声、本当に。黒縁メガネイコール人気なので。やめてよ、かわいそうだから。本田さんが、俺もね、しかも俺もめちゃめちゃ黒縁メガネつけて、カニ味噌下手だな。しかも字がカニ味噌って書いてある掛け軸ですね。もしかしたらカニ人間が書いたかもしれないですね。本気で言ってたら本当にこの子やばいね。お前もなんか言えよ、オンダ。お前、カニ人間ってボケてるに決まってんじゃん。わがみちゃん。突っ込んであげないと。これしかないの？まあ、下は何もないと。右から行くか、じゃあ。客室って書いてあります。キャベツがすごいな。これは緑色の葉っぱが山盛りになってますけど、何でしょうかこれ。あ、それパクチーですね。僕割と好きなんですよ、パクチー。メガネクイクイ。急に来たな。うわ、私パクチー大嫌いなんですよ。これ食うやつとかどうかしてますよ。そいつらメッセージ、そいつからメッセージとか来たら完全に既読スルーしますね。やめてあげてよ。あ、来た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 。なんていうか予想しよう。あ、パクチーを否定するのはやめましょう。パクチーをね、パクチーが好きな人じゃなくてね。私もパクチー嫌いです。お前が嫌いだからやないかい。めちゃめちゃ主観じゃん。まあパクチー嫌いな人も多いですよね。ん？テーブルの下に何か落ちてますよ。パクチーから距離を取りつつ拾ってみますね。テレビのリモコンを手に入れた。落ちてないだろ。パクチー落ちてたら別に何もしなきゃいいじゃん。この牛乳が入ってるボックスは？この箱何でしょうか？なんか入力するボタンがありますけど、ひらがな4文字入れるみたいですね。一旦ね、絶対。うん。絶対、テレビだろ、これ。ここ、チェックする感じかな。あ、リモコンがあるからテレビつけてみましょうか。もしかしたら巨大ロボが、カルボナーラ作る番組とかやってるかもしれないです。知れないですね。えい。音大言ってやれ。なんか、つまらないですね、君が言うことって。巨大ロボがカルボナーラ、両方単語がつまらないですね、とか言ってやれ、お前。音大。そろそろ。低い順に並べましょうって書いてあったな。だから、3578でしょ。もう頭がいいね。3578だわ。ひらがなって言ってる、でも。ひらがなって言ってるわ。ひらがなって言ってたわ。ごめん。
どうかな、オンタね。このオンタってずっと呼んでるけど、もしかしたらオンタかもしれない。ずっと心の中であいつオンタねって思ってるかもしれない。何も反応ないです。もう面倒なのでバイクとかでぐしゃってやりたいですね。バイクとかでぐしゃってやらないで。しかも俺のこのつまらないボケも拾って。かわいそうだから俺が。女湯だ。この先ってもしかして女湯ってことでしょうか。多分そうでしょうね。もし中にいたらまずいので、僕はここで待ってますね。え、待つんですか？てっきり、うひょーって言いながら全裸になってすっ飛んでいくかと思ってました。絶対デリコ先生来るね。急に、メガネの人を変態呼ばわりするのやめましょう。確かに、メガネつけてる人は変態が多いです。だな。女湯に入りたいと決めつけるのはやめましょう。結構優しかったな。俺のがデリコ先生だったな。待ってると見せかけて、覗く可能性があるので、気をつけましょう。何なんだろう、その2個目のアドバイス。すごい危ないやつじゃないですか。そんなことしないですよ。じゃあ私、一人で中を確認してきますね。もう、濃いよ、女。おい、脱衣所ねえや。この、温泉。丸いボタンが、いや、やめとこう、さすがに。ボタンが熱々だった、そういうことじゃないんだ、絶対に。物理的な怖さじゃないから。分かってないな、こいつ。押すか、でもせっかくだし。押したら、高菜チャーハンがデロッと出てくるかもしれない。押してみよう、えい。何も起きない。何もデロッと出てこなかった。この子、本当につまらない子なんだね。両方チャーハンデロッとかよ。どうしよう、外出たら女死んでたら。ボタンを押したことによって。ああ、びっくりした。お前びっくり、一瞬マジで死んだのかと思った女、お前。横、ここにいろよ、ここに。もうちょっとここで待ってただろ、さっき。お前、覗いてますやん、ちょっとだけ。男の部分出てますやん。女の男の子の部分出てますやん、お前。うわぁ、台がある。温泉でよく見かける温泉桶か、ありますね。中に液体などは入ってないようです。これぞ張り紙って感じの張り紙がありますね。ドアオープン手順。ドアを開きたい場合は、温泉、風呂桶とシャンプーとリンスを入れると開きます。シャンプーとリンスを用意してください。はーい。ドラッグストアでオーガニックのやつ探しましょう。ちょっといいの買おうとすんな、お前。ん、何これ読みたい。卓球コーナー。一番楽しいやつな。ラケット1個だし。かわいそう。1人。卓球のラケットがありますね。ボールはないみたいですけど。なかなかいいラケットですね。クイ。実は僕、学生の頃、卓球部だったんですよ。メガネ、クイクイクイ。実は結構、うまかったんですよ。もうまあ、そうだろうな。え、そうなんですか。ちょっと素振りでいいから、やってみせてくださいよ。やめてやれよ、お前。乗らすな、温度を。あ、じゃあ、ちょっとだけやりましょうか。本気じゃないんですけどね。クイ。8割方で行きましょうか。クイ。それじゃあ、やりますね。はっ。見てやれ、おい、こっち見ろ、こっち。いや、全然見てない。いや、結構、何お前ら。いいコンビじゃん。見せてと言っときながら、見てないのはやめましょう。うん。全然興味がないなら、はっきりと、興味ねえ、と言いましょう。見せ、ね、まあ、両方だね。ロッカーの中ごちゃごちゃですね。なんかいいものありそうなんですけど。ん、なんか変な絵が描いてある紙があります。おおおおおおお、なんでしょう、全くわからないです。さすがにあれだろうな、ボタンだろうな。これさ、押してあそこで一回転して押すってこと？何その謎の一回転。絶対シャンプーリーズあるだろ。この箱なんでしょうか。なんか入力するボタンがあるんだ。3桁の数字を入力するみたいですね。ちょっと待って、あ、見てこよう。さすがに分かった。ちょっとカット。無視してる椅子。カット。さすがにこれだよな。37578。3578であることは間違いないと思うんだよな。おお、どうしたの？何動いてんの君。誰が動かしたの？もしかして頑張ったの、自力で。え、割れたのになんでこんなところに？キモ。キモって言わないであげて、死んでんだから。ね、お前、なんか言えって女、お前。なんで全く興味がないの？俺、見て、ちゃんと。な？どう？どう思った？ちょっと、感想聞かせて、女。お、なんか言えって女。なんだっけ、3578だよな。357って入れてみるか、一回。
357で行ってみますね、一旦。難しいカット。一回これやろう。押して、一回転して、一回転して押すしよう。絶対あんま意味ねえ気するけど。そういうことじゃない気するけど。押して、は？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 あ！はあ、はあ、はわ、あ、かったわかったわかった。温泉の周りを歩くのね。ちょ、びっくりすんだって、温度お前。そこで待ってんだ、バカ。温泉の周りだ、絶対これ。押す。押して、押して、一回転、二回転して、押すんだ。お！わ、いきなり卓球の球が浮いてきた。206個浮いてきた。すごい。さすがに206だな、これ。あそこのボタンが。卓球で温泉ってこういうことだったんだ。知らなかったら違うと思います。絶対に。もう206だ。温度分かったぞ。206だ。それともシャンプーとリンスが手に入る。ここですね。ここが206だ。はい。あ、やった！開きました。開かなかったら無理やりこじ開けるところでした。中身は、アザラシの香りがするシャンプーってなんだろうね。アザラシの香りって何なんだろうね。一見いい匂いがしそうだけど絶対臭いと思うんだよな。これで髪の毛洗いたくないですよね。そうですよね。シャンプーだけなんだ、でも。へぇ、リンスねえや。だから、なんでさ、なんでこの定期的にこいつ倒れてんの、ここで。無視するよ。ごめんだけど。何したいの、こいつは。彼女だろうな、絶対に。分かったんですけど、これを、あれ？これ入れ替えるんじゃないの？ 3578。 え？低い順に左から 3578。 絶対これだよな。ちょっと待って、分かんないんだけど、全然ここ。分かんないんだけど俺。まあ、いろいろ見てたら思い出したわ、一個。忘れてたやつが。カニ味噌だ。カニ味噌ってあった、あの宴会場にあったカニ味噌。多分さすがにあれだ。あれじゃなかったら本当に、あの、うんちして謝る。多分これで合ってるんだよな。これで合ってなかったら本当に、わけ、合ってないじゃないの。わかったんですけど、この、棒グラフが、これだ。これと同等してんだ。だから低い順って言われたから、一番下これが低い。3。ここ3個目ってことだよな、多分。あれ？テーブルに小さい子の湯。3、次5。一番左の5。1、2、3、4、5。湯気。1、2、3、4、5、6、7。湯気無理だな。さすがに湯気無理だな。これ何も見なくてもいいぐらいだな。り、オッケー。なんだ、カニ味噌全然意味ねえじゃん。カニ味噌書くな、じゃあ。俺カニ味噌かと思っちゃった、じゃあ。2回ぐらい。試したもん。カニ味噌だよなと思って。カニ味噌じゃ全然なかった。よし、OK。ここで湯煙ね。はい。あ、やった、開きました。開かなかったらサメにかませてるところでしたって何言ってるんだろうかわかんないけど。カンガルーの匂いがするリンス。ほんとクソだね。これで髪の毛しっとりしたくないですね。できたんで、さすがに、あっちか、上か。上行って、リンスとシャンプー預けて。ああ、またいるわ、こいつ。何してんの、本当に。何したいんだろうね、このカマチョ。もう絶対触れねえからな、お前のこと。メニューで、アイテム。ええー。あ、風呂置きに、あ、ごめんなさい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 。ここに置くのね。お、私動きました。全部自分の手からにしたいタイプの女の子か。別にいいけど。なんだ、このさ、マスの感じが。何これ。こんなに置いてあることあ、何か落ちてますね。何でしょうか、これ。触ってみよう。あ、これ多分、バターですね。触ってみよう。あって、すっごい短いね、君。すごいね。触るんだ、そんな怖いもん。いきなり触れるんですね。でもなんでこんなところにバターがあるんでしょうか。
さあ、私もよくわかんないです。っていうか手ベトベトで最悪なんですけど。あ、僕ハンカチ持ってますよ。よかったらどうぞ。こっからの流れね。誰も、全然知らないおじさんのハンカチなんか使いたくないですよ。トゥルーン。全然知らないハンカチとは言うのやめましょう。でも確かにメガネしてる人のハンカチは臭いですって言うだ。すいません、ありがとうございます。うわ、何このハンカチ、硬っ。ゾウの皮膚かと思った。どこで売ってんだよ、こんなカチカチなハンカチ。何ハンカチが硬いってどういうこと？鼻水でも噛んだの？借りたものにケチをつけるのはやめましょう。はい。ケチをつけた後に舌打ちをしなければギリセーフでしょ。何、いいのかよ。いい側の意見かよ、お前。ダメ側の意見かと思うじゃん。まあ、拭いたりはできますので。かわいそう、本当にこいつも、恩田さんもめげないね。おぉ、長所セーブ。右から行こうか。特に意味ないけど。ゲームコーナーって書いてあります。ゲームコーナーだな。ヘイホーに見えんな。右のスロット。え？この部屋はスタッフルームでしょうか？ドアに鍵はかかってないみたいですけど、中は明かりついていますね。もしかしたら中に人はいるんじゃないでしょうか？確かに誰かいるかもしれませんね。すごいんだ、この子。世界一だよ。いきなり入っていた誰かいるか確認みたいなことしないの？ドアをバーンとするのはやめましょう。そういうことじゃない気するけどね、今回に関しては。面接でそれをやったら、相手はうわってなるので気をつけましょう。うわって済むなら別にいい気もするけど。何もいないね。四角い台の上の真ん中のところが飛び出てますけど、設計ミスった椅子ですかね。設計ミスった椅子ではないと思うな。いっぱい触れてほしいものがある。ん？箱の下にゲーム機電源スイッチって書いてありますよ。でも鍵がかかってるみたいで、箱が開かないですね。鍵。メモが置いてありますね。うわ、読みにくいな。すごい書いてあるね、メモに。温泉の温度が高すぎる場合は、温泉温度下げる装置を使ってください。温泉温度下げる装置とは、黄色い台のことです。温泉温度下げる装置の使い方は、台の上の突起部分のクランクハンドルを差し込んで回します。そうすれば、男湯の温泉の温度が下がります。温泉温度下げる装置って、卒論の文字の稼ぎ方みたいなことするじゃん。卒論レポートで文字稼げなかった時に、温泉温度下げる装置って難しい、長いワードめっちゃ使うんだよな。やたら大げさな装置ですね。なんかボタンを押せば温度下がるみたいな装置にできなかったんでしょうか。お前も正論言うんだな、たまには。とりあえず物色するか、こいつら。バシバシやるやつみたいですね。すごいな、こいつの擬音。バシバシとかガシとかガチャガチャとか。お前セックスのこともパンパンって言うんだろうな。うんこのこともブリブリって言うんだろうな。お、こんなところにうさんくさげな箱がありますね。あれ、うさん、ボタンとか鍵穴とかもない。うさんくさげですね。うさんくさげって。お前の後ろにうさんくさげっていうか、普通に大衆くさげのおじさん立ってるから、そいつのことも言ってあげて。うわ、私の後ろにうさんくさげなおじさん立ってますね。触りたくないですって。脱衣所、遠い。男も子もさすがにさ、チンチンは見られたくないものよ。この中につけてあげられなかったもんかね。お前は普通に入るんだね。この洗面所水が出ます。ちょっとまだ手がべたついてるので洗いますね。よかった。あ、よかったらハンカチどうぞ。すいません、ありがとうございます。うわ、何このハンカチ、硬っ。ゾウの、また借りたものにケチをつけるのはやめましょう。何この、すごいんだけど、地雷が。いろんなところにも。ケチをつけるなら、一回だけにしておきましょう。あ、一回だけにしておき、現在、脱衣所のカゴが不足していますので、一つのカゴを棚の上下で移動して使ってください。怪しげならなんかすればいいのにね。なるほど。これでなんかするんだな、多分。そのヒントは多分ここにあると。この先ってもしかして男湯ってことでしょうか。
多分そうでしょうね。もし中に誰かいたらまずいので、僕だけ行ってみます。そんなに温泉入りたかったんですね。どうぞどうぞ。そういうことじゃない気がしますけど。温暖を操れる。あっち。これは温泉ロボ。お掃除ロボ。これで温泉を掃除してるのか。お掃除ロボで温泉掃除しないと通れないんだ、ここ。通れないんだね。絶対に鍵があって。うわ、この温泉熱すぎるな。ちょっと入るね。バカか、お前。お、クハンドルと鍵落ちてるぞ。うん。何してんの、このバカ。これで温泉を下げるんだね、クランクハンドル使って。絵が描いてある。紙があるな。押す、回る、回る、押す。どうでした？中に何かありました？いや、その鍵があったんですけど、温泉の中に落としてしまいまして、拾おうとしたんですが、熱くてちょっと無理でした。すいません。何この使えないバカ。いやいや、気にしないでください。誰だってそういうこともありますよ。まあ、私はそんな失敗しないですけど、優しいかと思ったら、ちょっとグッてきたね。え、あ、はい。すごい、すごい、すごい。うざい感じで励ますのはやめましょう。皮肉だけどな。もし自分が失敗してしまった時は逆ギレして乗り切りましょう。うわ、デリコ先生のアドバイス受けたやついたな、俺のクラスに昔。デリコ先生いろんなとこに出張したんだな、多分。さすがに最初にクランクハンドル行くか。で、クランクハンドル使ってボタン押そう。で、ここで温度下がったから温暖に取りに行かせて、で、鍵落ちてるからその鍵であそこの箱開けて、まあ結構簡単に進んでいくのありがたいな。これわかんねえだよな。温暖取れよな。もう入んねえ、お風呂。ちょうどいい温度だ。これなら鍵が取れるぞ。よいしょ。やたら熱い鍵を手に入れた。熱っ！鍵はちょうどいい温度じゃなかった。鍵オンリーで熱いんだ。鍵が熱すぎたんだろうね。氷の熱い場みたいな感じなんだ。さすがにこの熱い鍵がここでしょう。箱の下にゲーム機電源スイッチって書いてありますよ。でも鍵かかってるの鍵が開かないですね。お、開きましたよ。中にはスイッチが並んでますよ。よくわかんないからとりあえず全部オンにしちゃいましょう。箱の中にあるスイッチオンになってます。これでもし脱出できなくてもゲームで楽しめますね。え、全部オンにしちゃったの？押す、押す、押す、回る、回る、押すわ。四角いボタンを押せばゲームができるみたいです。プレイしよう。数秒で終わりました。難しいですね。これさ、え、つかないの？難しいんですけど。分かったんだけど、まあ、ボタン、これと、さっき言ってたやつがこれ、ボタンだと思うんだけど、どこを回ればいいの、これ。これでいいの？押して、どこを回るの？これ回った判定になってるわけないよな、絶対に。よう分からんけど、多分このゲームセンターは、一旦何もできないな。左の部屋行こう。またオーケーあんじゃん。お土産コーナー食べ放題じゃん。やったね。え、なんかいろんなお土産がありますね。こんな場所のお土産欲しがる人いるかなって言わないで。まあどんなものなのかを気になりますね。何か良さそうなものはありますか？女さんが欲しそうな太ももムチムチフィギュアならありそうですよ。メイドのフィギュアが欲しいと決めつけるのはやめましょう。メイドのフィギュアなんて見たことないけどな。スクミズのフィギュアが欲しい可能性がありますので気をつけましょう。お土産なんもねえ。お土産部屋さすがに OK。 ドアオープンその2、ドアを開きたい場合は風呂桶にスリッパ左右を入れてください。何言ってるのか分かんないですけど、あのうさんくさい箱を開けるんだろうけどさ、
どうやって開けんのこれ。マジでさ、進み方わかんなくなったんだけど、このお土産屋さんなんもないことある？ちょ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 。あ、なんだよ。あんじゃん。このお土産のサンプルみたいですね。どんな感じなんでしょうか。何箇所か欠けてますね。サンプルが欠けちゃったのか、それともこういう欠けてる商品なのか、どっちかなんでしょうかって、これが絶対何かにあるけど何でしょう、これは。あ、わかった、わかった、わかった。絶対待って待って、写真撮ろう、写真撮ろう、写真撮ろう。あ、いや、上、下、下、下。下、上、下、上。下、上、下、下、下。うしししし、うししし、しうしう。うししし、しうしうね。オッケー。これ何が意味するかっていうと、絶対あれだ。フロント後の脱衣所だ。脱衣所のカゴだ。うしししし、しうしうね。風呂の脱衣所のカゴの位置をうししし、しうしうにすればいいんだ。うし、しし。し、う。OK! もうショットは開いてないな。カシャドだけどね。中に何が入ってるんでしょうか。泡立て器とか入ってないかな。左、右、緑色のスリッパ左。泡立てるよ、泡立てようとすな、お前。一個手に入ったからさすがにもう一個はあそこだよな。たださ、あそこの場所を開けたらいいんだけど、どうやって開けんの。さすがにこれがヒントだと思うんだよな。押す、回る、押す、回る、回る、押す。なんこれ。わかった。わかった、わかった、わかった、これだ、絶対これだ。ここで押して、ボタン。押して。で、ちょっと待って、さっき回したなんてなったかな。一回出よう。一回出よう、一回出よう、一回出よう、一回出よう。邪魔だな、お前、温度、お前。押して、回して、回して、押すのね。オッケー、オッケー、オッケー、回して。押して、二回でしょ。二回転回して。一回転。二回転したら、またポチってすれば、開くでしょ、このうさんくせえ赤い箱が。来た、あ、なんだ、戻ったら。肩に違和感残るぜ。大丈夫です、やってみますね。おお、危ねえ、びっくりした、なんもないかと思った。うわ、なんかうさんくさげな箱がむにゅっと開いたんですけど。オッケー。なんで麺すくいたいかはちょっと置いとこう。こういういるから。こういう本当に何言っても全てのワードセンスがつまんない子っているから。そういう子には言わないようにしてあげよう。かわいそう。こっちじゃない。かわいそうだから。で、緑色のスリッパ2つを桶の中にぶち込んで、あそこのドアを開けましょうっていうお話ね。OK! 開いた、やりました。もう本当にいいよ。あなたは全部やったわ。すごいわ。女は何もしてねえし、思えば、確かに。出口、やった。あ、この先に出口と上ハラミがあるみたいです。やった、早く行きましょう。本当につまんないな。若見ちゃん。上ハラミなんか、なんかいるし。あ、あいつじゃん。デリコやん。お、来やがったな、お前ら。雇ってられると思ったか。残念だったな。ボスなんだ、デリコさん。え、誰？全然知らない人なんですけど、恩田さんの知り合いですか？いえ、僕も全然知らない人です。誰ワンダってもう、まあ、覚えてねえとか飲んでる女。数日前に私はその飲んでる女の旅館に行ったんだよ。客かよ。誰に対してのノンデリチェック、これ。ノンデリの人にノンデリと言っていいでしょう。最大肯定マンじゃん。最大自己肯定マンじゃん、こいつ。はっきり言わないと伝わらない可能性がありますので、ズバッと言って。確かに、でもそれはそう、ノンデリの人が一番分かってないから。え、ノンデリ女？誰のことを言ってるんでしょうか。お前だ、一番に。いや、お前だよ。お前のことだよ。私は旅館でお前にノンデリ発言されたから、腹立ってここに監禁したんだよ。腹立ってここに監禁すんなって、お前。何に言われたんだろう。あれかな。あなた、あれみたいだね。中学校の英語の教科書のニューホライズに出てくる先生みたいだねって言われたのかな。え、私なんて言ったんでしょうか。すいません。ちょっと何一つ覚えてないんですけど。ところで僕はなんで監禁されたんでしょうか。その旅館にも行ったことないんですが。あ、お前はな、私がフラッと立ち寄った中華料理屋でブス豚食ってたからだよ。一番かわいそうだわ。酢豚食うのってそんなに悪いことなの？別にそこじゃない気もするけどね。え？酢豚を食うやつ。何言ってんの？何言ってんの？
いいでしょうって。いいでしょうって。中華料理屋では必ず麻婆豆腐を食べましょう。自分が好きなだけじゃん。うまいけど。そんなこと、より今から飲んでる女が何言ったか説明してやる。あれは、私がちょっとした旅行に行った日のことだ。ワン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 。操作できない。映像を見る感じだな。すいません、今日こちらで宿泊したいんですけど。すごいね、君。予約せずに行ったんだ。はーい、ようこそいらっしゃいませ。本日は空き室がございますので宿泊できますよ。あ、ごめんなさい、おならしちゃった。そうですか、よかった。いやー、この辺は海が綺麗でいいところですね。そうでしょう、いい景色でしょう。お客さんはどこから来たんですか？埼玉です。ここから結構遠いですね。あー、埼玉ですか。埼玉県民は海を見たことがないから。どうでしょう、どうですか、ビビるでしょう。まあ、え、いや、いや、どういうことですか、見たことありますよ、海。え、そうなんですか、あ、あれでしたっけ、埼玉県民ってドアノブにバター塗るんですよね。いや、塗らないよ、埼玉県民、なんだと思ってんだよ。埼玉をディスられたから嫌だったの、デリコ。お前、埼玉大好きなんだ。と、まあ、こんな感じで埼玉県民をめちゃくちゃ嫌がったんだ。許さねえ。絶対許さねえ。ええー、別にそんなつもりなかったんですけど、なんか埼玉の人ってそういうイメージがあっただけでして、いないんですかね、ドアノブにバター塗る人。いないですね、ドアノブにバター塗る人。ドアノブにバター塗るやつ、どこの県にもいねえよ。というか目的がわかんねえよ。ドアノブベタベタになって回しにくいだけじゃねえが。あ、すいません。何このバカ。何この女とかいうバカ。いたー。え、わんなんなん。何このよくわかんないゲームってことで終わりました。スーパーノンデリ温泉というゲームでしたね。ちょっと女好きすぎるんで、これから女のことを愛していこうと思います。さよなら。